法律吉本は、長州藩後大藩主。長府藩主、猛利名元の長男。母は、池田三政の娘、長雲院。養母は、高塚佐佑心の娘、小石姫。性質は、池田綱政の娘、法律院。遠方5年8月24日、江戸で生まれる。元禄四年12月に元服して、元井と名乗る。法営四年に、本家藩主。 毛利吉弘が若字にすると、その養子師として、後を継ぐ。吉公同様、将軍、徳川綱吉より返旗を賜い、吉本に改名。吉本は、毛利秀元啓発の長州藩主であるが、この家督相続の際に、徳山藩主で、血統上は、毛利輝元系の毛利元継が無視されたので、過根を残すことになり、万薬山事件を起こすこととなる。 犯罪制裁権のため、5カ年の倹約や経費節減、参勤交代での人数の減少に努めた。また、文部を奨励して、犯行、名人館を創設し、さらに、も都市への家計をまとめた、抜越録204冊の編纂も行った。教法16年9月13日、江戸で死去。去年55、墓所は、山口県萩市椿東の東高寺。 大正5年11月、十三味を追造された。はじめは三男の元鎮を、次に、実家の長夫藩主を継いでいた長男の元朝を、次の長州藩主に定めていたが、いずれも吉本に先立って創生しており、新たに嫡男となっていた、伊豆大野伊博氏が後を継いだ。ありがとうございます。